こんにちは、全然釣れない初心者です。あっぱり熊本です。今日はね、多分サバとかパート2を落としてます。なんでそれをやるかっていうと、今日なんとタコを釣ってきました。東北の、とある町の、堤防でですね、伝え映像はないんですけど、写真でこんな感じですけど、黄色と緑のエニを2個漬けで、あとキラキラ光る堤防をつけてですね、 釣りました。結構大きい1キロ級のマダコを釣りました。こんな感じになります。ですからこれをこれからね処理していきます。今日はねかっこよく出来上がるといいなと思ってますよ。 ちっちゃいタコの時のようにね、簡単にいかないです。 鋭い歯です、これ。 Thank you.
白い泡みたいになってきますか。泡のようにぬめりが取れてきます。ぬめりの泡、ぬめりの泡がこんな出てますよ。ぬめりの泡がこんなに出てます。全然ぬめりがないです。これでぬめり取りは完了です。今からね、軽く茹でていきます。まあ1分ぐらいですね、時間にして。前回ね、ここでね、かっこいいタコの形がね、出来上がらなくて失敗したんで、今日はね、うまくいくように願ってます。ここにはね、酢を入れます。少し、それからね、お茶っ葉、お茶っ葉をね、少し入れるとなんか臭みが取れるのかいいらしいんで、ね、入れました。お湯が沸くまでの間、ちょっとね、今日のね、タコ釣り秘話ですけども、瞑想宇宙からね、柔らかい根がかりがタコだって言われてたんですけど、今日ね、私が感じたのは超硬い根がかりです。今までだったら本当に根がかりしたんじゃないかって言ってライン切ったりね、無理やり引っ張ってたところが、今日はね、それをね、辛抱強く、本当辛抱強く10分ぐらいね、硬い根がかりを待ってたら、これがね、タコ来たんですよ。下根がかりかなと思っても、もしかしてタコの可能性があるので、タコ釣りしてる方はその辺ね、ちょっと見極め難しいと思うんですが、やってみてもらいたいと思います。硬い根がかりもタコの場合があります。それが今日のまっぱり熊五郎のタコ釣りです。塩もみ終わった状態のタコがこんなです。こんな状態ですよ。結構でっかいです。何度も言うようですけどね。はい、今沸騰してきました。足の方からね、入れてかっこいいタコを作りたいと思います。この先の方が丸まってきましたね、足の先が。
カツラを取ったタコです。カツラしたけ、カツラ、あ、ダメだ。いかがでしたでしょうか、このタコ処理。これをね、参考にしてタコ釣りを楽しんでもらいたいと思います。どうもありがとうございました。